私は奥さんの理解力に感心した。奥さんの態度が旧式の日本の女らしくないところも私の注意に一種の刺激を与えた。それで奥さんはその頃流行り始めた、いわゆる新しい言葉などはほとんど使わなかった。私は女というものに深い付き合いをした経験のない迂闊な青年であった。 男としての私は異性に対する本能から同型の目的物として常に女を夢見ていた。けれどもそれは懐かしい春の雲を眺めるような心持ちで、ただ漠然と夢見ていたに過ぎなかった。だから実際の女の前へ出ると、私の感情が突然変わることが時々あった。私は自分の前に現れた女のために引きつけられる代わりに、その場に臨んで、 かえって変な反発力を感じた。奥さんに対した私にはそんな気がまるで出なかった。普通、男女の間に横たわる思想の不平均という考えもほとんど起こらなかった。私は奥さんの女であるということを忘れた。私はただ誠実なる先生の批評家及び同情家として奥さんを眺めた。奥さん。 私がこの前、なぜ先生が世間的にもっと活動なさらないのだろうと言って、あなたに聞いたときに、あなたはおっしゃったことがありますね。元は、ああじゃなかったんだって。ええ、言いました。実際あんなじゃなかったんですもの。どんなだったんですかあなたの希望なさるような、また私の希望するような、頼もしい人だったんです。それがどうして急に変化なすったんですか 急にじゃありません。だんだんああなってきたのよ。奥さんはその間始終先生と一緒にいらしたんでしょ無論いましたわ。夫婦ですもの。じゃあ、先生がそう変わっていかれる原因がちゃんとわかるべきはずですがね。それだから困るのよ。あなたからそう言われると実につらいんですが、私にはどう考えても考えようがないんですもの。 私は今まで何べんあの人にどうぞ打ち明けてくださいって頼んでみたか分かりゃしません先生は何とおっしゃるんですか何にも言うことはない何にも心配することはない俺はこういう性質になったんだからというだけで取り合ってくれないんです私は黙っていた奥さんも言葉を途切らした下女部屋にいる下女は小鳥とも音をさせなかった 私はまるで泥棒のことを忘れてしまった。あなたは私に責任があるんだと思ってやしませんかと突然奥さんが聞いた。い,いえ、と私が答えた。どうぞ隠さずに言ってください。そう思われるのは身を切られるより辛いんだから。と奥さんがまた言った。これでも私は 先生のためにできるだけのことはしているつもりなんです。それは先生もそう認めていられるんだから大丈夫です。ご安心なさい。私が保証します。奥さんは火鉢の灰をかき鳴らした。それから水差しの水を鉄瓶に差した。鉄瓶はたちまち鳴りを沈めた。私はとうとう辛抱しきれなくなって先生に聞きました。 私に悪いところがあるなら遠慮なく言ってください。改められる欠点なら改めるからって。すると先生は、お前に欠点なんかありゃしない。欠点は俺の方にあるだけだと言うんです。そう言われると、私悲しくなってしようがないんです。涙が出て、なおのこと自分の悪いところが聞きたくなるんです。奥さんは、 目の内に涙をいっぱいためた。